今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日東京競馬場です。天気予報は晴れとなっています。芝ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。8レースのロスコクは初戦が上々だった馬です。8レースのフィロロッソは初戦が文句なかった馬です。8レースのサプラビーは固定障害が鍵の馬で三角の状態です。10レースのロジハービンは東京での瞬発力が見たい馬で三角の状態です。10レースの当選量は適正ハテナも能力が高い馬です。11レースのアグラードは軽い芝が合う馬です。11レースのゼルトザームは初戦の内容が上々だった馬です。12レースのパトリックハンサムは重い芝 1800m が合う馬で三角の状態です。続いて土曜日京都競馬場です。天気予報は晴れのち曇りとなっています。8レースのバンドマスターは重いダートが合う馬です。9レースのファデスは平坦小回り 2000m が合う馬で三角の状態です。10レースのテームランウェイは重いダート 1400m が合う馬で三角の状態です。11レースのピューロマジックは 1200m の適性が高い馬です。11レースのいつもニコニコは 1200m が見たい馬です。続いて土曜日福島競馬場です。天気予報は晴れのち雨となっています。9レースのパルクリチュードは重いダートが見たい馬です。三角の状態です。10レースの K.I. サンデラは重い芝の長距離馬というジャッジです。11レースのイスラーネードは小級楽に通用という馬で三角の状態です。11レースのギャラクシーナイトは軽いダートが鍵の馬です。三角の状態です。続いて日曜日東京競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。7レースのネイビースターは左回りで躍進という馬です。8レースのグラスシフォンは東京がベストの馬です。8レースのルーラルハピネスは軽いダートが合う馬です。9レースのアドマイアベルは瞬発力を見せた馬です。続いて日曜日京都競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。7レースのアウトレンジはダート適性が高い馬です。8レースのダノンセシボンは危険マークがついていて控える形が鍵とのことです。三角の状態です。8レースのロードアデュースは 1200m がベストの馬です。10レースの湘南伯楽は福島以外が鍵の馬です。三角の状態です。11レースのセラフィックコールは重いダートでさらにという馬です。最後に日曜日福島競馬場です。天気予報は曇りとなっています。10レースのネイリッカは花切れれば、そして重いダートが合う馬です。10レースのロイガベーグルは7月2日に立て直した効果が大きかった馬です。三角の状態です。11レースのパロロジーは 1200m の適性を見出した馬です。三角の状態です。いただきだ。以上となります。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。